た。放課後、誰もいない教室を見て、ふと幻影のようにみんなの姿がかぶって見えた。そこでは桜井と二階堂が遠慮がちに、でも楽しそうに話していて、桃野が茶化すように間に入っていった。多分嫉妬してるんだよ、ゆうちゃん。神谷が何か書類に向かっていて、諸住と影山が手伝おうとしているのを神谷は笑顔で断っている。エズシカの俺がユリアに絡んで苦笑されていた。桜井がそろそろ帰ろうと言ってみんなが支度を始める。だがその幻影はそこで消えて、静かな教室に戻った。もう以前の俺たちはいない。どうしてこうなってしまったのだろうか。あの事故は偶然だった。冷静に考えれば誰だってそう考える。だが人間は結局感情の生き物だ。被害者が誰かに奪われたと感じるのなら、それは偶然ではなくなる。事件に感じてしまう。第三者が勝手に事件として祭り上げてしまうのかな。桜井が妹を奪われたのと感じるのならば、誰かが責任を取らなくてはいけない。とりあえず取れるはずもない責任を。それは呪いのようだと思った。俺たちはバラバラになり、二度とみんなが集まることはなかった。桜井は俺たちを避けるように別のやつとつるみ始め、たまに桃野と話す程度だ。ゆうちゃんともあまり話さんようになったんじゃ。ユリアは話しかけられたら表面的に返すだけで、ふと目が合うとやつれた笑顔を浮かべる。神谷、諸住、影山は俺たちを忘れるように生徒会に没頭し、二階堂は誰とも関わらずに学園生活を送っていた。町工事が孤独になってしまったんやな。もう以前の俺たちはいない。こんなのおかしい。これで終わりなんてさせない。今はみんなまだ心の整理がついていないだろう。みんなが落ち着いたら絶対に何とかする。喧嘩とは違うけれど、そうやって誰かと間が空いてしまった時は想像の余地が生まれてしまう。相手は怒っているのではないか、自分を嫌っているのではないか、そういった想像こそが余計に距離を生む。そうやな。この喋って相手の真意がわからない時っていうのはさ、妙に臆病になってしまう。人間ってそういうもの。町工事は情をさ大切にするタイプだからな。仲間との情をな。だから余計にこの臆病さっていうのが顕著に出るんだろう。そして時間が経つと、それは取り返しがつかないほどの大きな距離となってしまう。だから早めに合わせてしまえばいい。なんだかんだ明るい調子でみんなを遊びに誘ったら来てくれるに違いない。集まればこっちのものだ。みんなも今の状況を変えたいと願っているはずなんだから。町工事少年は悩んでいた。心の奥にある暗い不安を潰すように拳を握り込んだ。窓を開けて新鮮な空気を吸い込む。そうしないと潤んだ空気に押しつぶされそうだったから。んどうした町工事、何を見た。ふと屋上に人影が見えた。屋上は立ち入り禁止のはずだ。唯一出入りできる天文部だろうか。あれこれまさかな。目を凝らすと3人組の女性だった。あ、よかった。まさかカレンちゃんの自殺シーンとかだったらびっくりしたなって思ったけど、違うよな。3人の女性、女子。あれでもカレンちゃん混ざってるよ。そのうち1人は二階堂だった。あとの2人は別のクラスの生徒だ。
嫌な予感しかしないよ。二階堂に迫り、何か問い詰めているように見えた。胸がざわつく。嫌な予感がした。町工事もか？俺もだよ。女子生徒の一人が二階堂の髪をつかみ、引き倒す。その光景にゾッとした。何してんだ、あいつら。まだ殺人者みたいな感じでいじめられてるのか。急いで屋上に向かったが、着く頃には誰もいなかった。何が起きているんだ。最悪な想像ばかりが進む。翌日、教室のドアを開けた瞬間にその異変に気がついた。女子二人、教室の後方をみんなが避けるようにして何かを囁き合っていた。その光景を見て体が固まった。二階堂の席に落書きがしてあり、花瓶が置いてあった。一輪だけ白百合の花が飾ってある。自殺した後の話か、これ。まるで葬式のようだった。幸い本人はまだ来ていなかった。カーと頭に血が昇るのが分かった。いじめられてるよ、これ。花瓶を廊下の流し場に置き、カバンに入っていたタオルを湿らせて二階堂の机を拭く。油性なのか、なかなか落ちない。卑怯で汚らわしい。こういうやつはどこにでもいる。常に叩いてもいいやつを選別していて、相手が反撃できないことを確かめてから徹底的に攻撃する。自分が真の弱者だと認めたくない哀れな奴ら。人殺し。落書きの一つが目に飛び込んできて、一瞬だけ動きを止めてしまう。何が人殺しだ、ふざけるな。そうじゃない、彼女はただ。もういいわ、カレンちゃん。背後から声をかけられる。振り返ると二階堂がいた。彼女は落書きだらけの机に視線を落とし、目を伏せた。見るな。思わず机を覆うようにする。違う、これは、これは、なんだ。言葉が続かず黙っていると、二階堂が口を開いた。どいてくれないと座れないわ。どうしようもできずに、二階堂の机から離れると、彼女は何もなかったかのように自分の席に着いた。町工事は何もできなかったのか。できるわけがなかったかもしれないが。これ、あなたのタオルでしょ。ああ。タオルを受け取り、俺はなすすべもなく立ち尽くした。周囲のささやき声が大きくなる。そのいくつかが俺に向けられていることにも気がついていた。町工事くん、あんなやつ浮かぶって何が面白いの、変なのみたいな感じかな。その日を境に、俺に話しかけてくるやつはいなくなった。俺のあの行動が原因だったことは分かっているが、それで孤立するならば本望だ。二階堂へのいじめは続いているようだが、俺には止める術がなかった。助ける方法が分からなかったかな。俺だけでは目が届かないし、俺が何かを言っても、それはみんなの心には響かない。一人の限界を感じていた。誰か協力者を。まず最初に頭に浮かんだのは桜井の顔だった。俺たちの頼れるリーダー。昔の桜井ならこんな時は率先して現場に飛び込んでいただろう。だが今のあいつは
妹の死ですごいショックな状況だろうな。確かこの時期って俺は他のメンバーを頼ることにした。一番最初はやっぱ神谷くんだろうな。生徒会室の扉を叩く。ここに来るのはいつぶりだろうか。少なくともあれ以前だから半年以上前だろう。あれってなんだ。町工事のことやけんちょっとやんちゃが過ぎて注意されたってことはなくもなさそうな気がするけど。中央の奥の机には神谷がいて、右側の席には諸角、左側の席には影山が座っていた。視線が一斉にこちらに集まる。あれ、町工事、久しぶり。もう久しぶりって言ってるからな、もう。どんだけ話しなかったなっていう感じやなもん。久しぶりってなんだよ。廊下ですれ違ったりしてるだろ。悲しそうに。もう話さくなくなってしまった親友に言うような感じで。すれ違ったとしても、神谷はいつも、諸角か影山と話していて、こちらを見向きもしないけれど、それでも気がついているはずだ。ごめんごめん、こうして話すのが久しぶりってことだよ。神谷はつかみどころのない笑みを浮かべる。それでどうしたの。二階堂のことだ。そう言うと神谷は一瞬だけ視線を外した。ああ、二階堂のいじめ、もちろん気がついてるだろう。神谷くんが気づいてないはずはないんだけどね。把握してるよ。うん。済ました様子にふつふつと怒りが湧いてきた。どうして止めない。お前ならどうにでもできるだろう。それは買いかぶりすぎだよ。あ？お前は何もしようとしてないだろう。どうしてだ。神谷はすっと笑顔を引っ込めて俺をじっと見つめる。俺だってどうにかしたい。でもどうにもできないんだよ。神谷くんにもできないのか。あの件でもし誰かが責任を取らなくてはいけないのなら、それは二階堂以外にありえん。責任を取らなくてはいけないのならだろう。誰かが責任を取らなきゃいけないもんなのか。そこがちょっとよくわからんけど。神谷は遠い目で窓を見てから目を伏せた。お前が何を言ってるのか俺の頭じゃわからねえ。ともかく俺が聞きたいのは、どうしてお前が二階堂のいじめを止めようともしねえのかってことだ。友達だろ、幼馴染だろ。確かに俺たちは幼馴染だけど、俺はその前に生徒会長なんだ。一人の生徒を特別扱いすることはできない。そうなのかよ。俺が市場で動いては公平さが損なわれてしまう。知らねえよ公平さなんて。友達を助けるのは当たり前だろう。だけどだからって二階堂があんな目に遭わなきゃいけないことにはならない。感情と立場は別だよ町工事。政治家とはそういうものなの。そうでなくちゃいけないんだよ。わあ、神谷くんしてんの。神谷くんらしいと言えばいいらしいけど、ちょっと冷たくも感じに見えてしまう感じ。神谷は俺と視線を合わせようともしなかった。俺はすがるように影山と諸角に視線を向ける。この視線を合わせようともしなかった時の神谷の感情がどうなんかなって。申し訳なさそうにしていたのか、それでも仕方がないと割り切ってしまったのか。神谷に意見を変えさせることができるとしたら、ずっと一緒にいるこの二人くらいのものだろう。諸角は無理だと思うよ。だが影山も諸角も気まずそうに目を伏せていた。どいつもこいつも。やらせない思いに駆られ、神谷に当たり散らしそうになったけど、俺はその時気がついた。神谷の表情には深い悲しみの色が見て取れた。神谷は決して冷酷なわけじゃない。内面は昔とは何も変わっていないのだろう。そうか、神谷くんも
ちょっと申し訳ないっていうか、どうにもできない自分が悔しいところもあるんだろうか。二階堂が傷つく様を目の当たりにして身を切られるような思いを感じているはずだ。それでも自分の理想に縛られて二階堂に手を差し伸べられずにいる。鍵山も諸角も同じだ。鍵山を支えなくてはいけないという義務感に縛られている。頭をかきむしりたくなった。頭のいい奴らが考えることは俺には全く理解できない。縛られてしまうんだよな。何かしら頭が良くって何かしら使命っていうものに駆られてる人間っていうのは、その使命感ってやつに縛られてしまってさ、いざって時にはちょっと小回り効かなくなる時あるよな。もういい、お前らには頼らねえ。そもそも誰かの力を借りようとしているのがおかしいのだ。やっぱり俺一人で何とかするしかない。どうすればいい？どうしたら二階堂を助けられる？表面的にいじめを受けたと止めたとしてもまた繰り返されるだけだ。もっと根本的にこの問題を解決するしかない。どうしたら解決できるのか、いくら考えても答えは出てこない。出てくるもんなんかこれ。出せる人がいるのかこれは。そのうち神谷の言葉が頭の中をめくるようになった。俺だってどうにかしたい。でもどうにもできないんだよ。確かにそうだ。俺は結局は部外者で、あの問題についてあれこれ首を突っ込むのは余計に彼女らを傷つけるだけだろう。それでも助けたい。俺が助けたいと思う。それならやはり俺だけで何とかするべきなのだ。町工事の正義感。ふと屋上に人影が見えた。嫌な予感がしてすぐに屋上へ向けて駆け出した。もう屋上を見た瞬間さ、何かしら嫌な予感しかせんのよな。まただよ。屋上に着くと何が起こっているのかすぐに理解できた。二人の男子がうずくまっている二階堂を取り囲んでいた。一人が二階堂の背中を踏みつけている。やめろ。走り二階堂の背中を踏みつけている男子につかみかかる。男子は攻撃的な目つきでを向けてくる。なんだよ、何やってんだ。やめろ。お前こそ何やってんだよ。こいつは人殺しなの。俺らがしっかり管理しなくちゃいけないだろ。何お前ら正義感があるみたいなことを言ってるんだお前は。それともなんだ、お前は人殺しの味方か。味方とかそういうんじゃない。お前らがやってることはただのいじめだ。ちげえよ、こいつがまた誰かに危害を加えないようにしてるだけ。危害を加えないように危害を加えてるのかお前らは。矛盾してるだろうが。ニヤニヤと言い訳を続ける男子。反省している様子はまるでない。これじゃあまたいじめが続くだけだ。どうしたらいい？手を出してみるか。一度痛い目に合わせてやればこいつらもむやみに手出しはできないだろう。一人に殴りかかろうと拳を上げた時だった。やめて、カレンちゃん。振り返ると二階堂が立ち上がりこちらをまっすぐ見つめていた。ああカレンちゃんだったら言いそうなところではあったな。そういやそうなると傷だらけなのに瞳には力強い意志が感じられた。ああカレンちゃんあれやな、自分の責任感を感じ取るところがあるからな。町工事くん戻って。あるんだろうな、自分でであの責任感っていうのが。前から思うようやけどさ、ほんまにさ、カレンちゃんどういう関与の仕方しとったんだろうな。二階堂が階段を指さす。彼女の行動の意味が分からず立ち尽くす。どうして？俺は助けに来たんだ。それなのに
どうせ彼女は戻れなんて言うんだ。いじめていた男子たちがニヤニヤと笑ってこちらを見ている。何がおかしいんだお前ら。なんだ、俺の顔に何かついてるのか。ほら、本人もこう言ってるんだ。戻れよ。どうしてだ、なんで。二階堂が俺を睨みつける。敵意すら感じるほどにその視線は鋭かった。私は助けてなんて言ってない。ただ迷惑だわ。早く行って。その言葉が突き刺さり、心の深いところをえぐるのが分かった。あんたは自分が助けたいから助けているだけ。誰かを助けられるなんて思わない方がいい。そう言ってるような感じに聞こえてしまったんだろうな。頭が真っ白になって、その後のことはよく覚えていない。結局俺は独り善がりだったのだろうか。ただ自分が助けたいから助けようとしていただけで、相手の都合なんてお構いなしに自己を中心的に救いを押し付けていただけなのだろうか。二階堂が教室から出ていく。おそらく屋上に行くのだろう。お前自主的に行くんか。追いかけたい気持ちに駆られるが体が動かない。追いかけてそれでどうする。迷惑だわ。本人が迷惑だというのなら俺にはどうすることもできない。何をしてもそれは俺のためだけの行動になってしまう。相手が望んでいないのなら何もできやしない。それから俺が二階堂に関わることはなかった。そのことを今でも後悔している。あそこで俺が何が何でも止めていれば、お前の迷惑なんて知らないと言えていれば、ちゃんと救えていたら、こんなことにはならなかった。でもそうなんだろうか。ここで一歩踏み出せる勇気がある人なんているんだろうか。町工事、しっかりしろ、町工事。どうなったワノと。町工事視点。あ、見えんかな。見えんかな。起き上がろうとすると頭がズキリと痛んだ。まだ頭がぼんやりとしている。なんとか起き上がったが、状況は何も変わってはいなかった。桜井と二階堂がビルの際に座らせていて、ローがこちらに向けてナイフを握っている。記憶がゆっくりと定着していく。そうだ、俺は二階堂を助けられなかったんだ。助ける、今度こそ必ず助ける。だからこそここで今度こそって言葉がつくんやな。しかしそんな言葉を振り払うぞ今回の町工事は。ほら、こう言ってるぞ。ローがナイフをひらひらさせて挑発的な視線を投げかけてくる。分かっている、もう間違えたりしない。黙れ。二階堂は助けを求めている。ただ助けに来た誰かが傷つくのを見たくないだけだ。絶対に助ける。どうして。仲間を助けたいと思っている、そういう町工事なりの正義感だよ。絶対に助けるんだ。ローが小馬鹿にしたように笑う。助ける、どうやって。お前がここに来るまでに俺は二人を殺せんだぞ。殺す、本当に。この状況を改めて見ておかしい点に気がつく。ローは彼らを殺すと脅している。でもどうして殺さない。いつでも殺せるなら俺の救助なんて怖くないはずだ。一方ローに近づく。彼の表情から笑みが消えた。彼が二階堂の首筋にナイフを突き立てる。本当に殺すぞ。
前、俺がこの階に来た時に言ったよな。ほら来たって。鋭い。大丈夫。本当に殺すなら突き落とすはずだ。ナイフは必要ない。お前は最初から殺す気はなく、俺を待っていた。そこで一気に走り寄ると、ローは下打ちをしてこちらにナイフを構えた。振り下ろされるナイフをギリギリのところで何とか避けられた。今だ。無我夢中だった。ローをその場で組み伏せる。来たー、町工事タックルです。下がれ。制圧しました。かっこいい。ローから奪い取ったナイフで、まずは桜井の構想を解く。持ってるのナイフ、手が出てないから分からんけどな。あ、カレンちゃん絞ったままにしてる。なんかちょっとエロいな。3人で囲んでるような感じになってしまってるな。エロいな。ローを見ていてくれ。ローは動き出す様子こそないが、いつ何をし出すかわからない。普段には手出しできない理由があるのだろうが、俺に対してはではない。ナイフで切りつけてきたのがその証拠だ。ふとした瞬間にナイフを奪われかもしれない、もしくはこのまま突き落とされるかもしれない。あらゆる可能性を考えろ。脈動が体全体で感じられるほどに大きくなっている。おお、シックスセンスの持ち主かもしれないぐらいに頭が回転が速いな、こういう時は。救出。二階堂の高速を解く。二階堂がちらりと振り返る。助けてくれてありがとう。やっぱり本音はそっちだったんだろう、カレンちゃん。その瞬間、自分の中にあった暗くよどんだかな部分が澄み渡っていくような気がした。ずっとこの瞬間を求めていた気がする。いいんだよ、俺が勝手に助けただけだと言いながらも、町工事にもなんか救いが来た気がする。ずっとそれを望んでいたんだ。目の前が開けて、どこまでも飛んでいけそうだ。体が滑って別の森になってしまったかのように軽い。レッドブル翼を授ける。助けたぞ、俺が助けた。二階堂を助けた。誰かを助けられるなんて思わない方がいい。お母さん出てきたよ。交代見るよ。お母さん出てきたよ。母ちゃん、母ちゃん言っちゃった。いや、もうジャイアンや。もう母ちゃんって言ってしまったらもうジャイアンや、ほんまに。お前、母さんちゃんと助けられたぞ。しかし、あ、ここで桜井くんに戻るんか。あー、そうじゃ、このシーンじゃ。あー、あれ、俺、あ、消えるのか。しかし、カレンちゃんを助けるという目的を達成できたけんな。しかもさ、ありがとうって謝罪を、謝罪ちゃうな、感謝の気持ちをね、言えてもらえた。二階堂、あの時はごめんな、助けられなくて。俺があの時ちゃんと助けてればあんなことにはならなかったのにな。町工事の方もカレンちゃんに対して謝ることができた。違う、チコージ君のせいじゃない、あれは私が。一体何の話をしているんだ。助ける、あんなことってなんだ。一周目プレイしてから見てみようけんさ、俺もわかるけどさ、こうさ、一周目を知った状態でここまた見たらさ、また捉え方変わるもんやな。いや、俺があの時強引にでも助けていれば。二人のやりとりが理解できない。助けるって何からだ。いや、それよりも今は町工事、消えるな。くそ、どうすれば。
町工事まで失うわけにはいかない。消滅を防ぐ手立てはないか。何か。目の前の状況に混乱する僕とは対照的に、町工事は落ち着いていた。もうやり遂げたっていう感じだった。自分の消滅よりももっと大事なことがある。そう言わんばかりの表情で、彼は二階堂へと向き合っている。最後に約束してくれ。約束。二階堂、二度と自殺なんかしないでくれ。その言葉を聞いた途端に、僕の心と体はピタリと動きを止めた。今、町工事は何と言った？わからない。聞こえなかった。いや、違う。理解が及ばなかった。いや、違う。理解したくなかったんだろうな。うろろろっていうところ、今までだったらわかる。自殺って言ったんかな。町工事の声は確かに僕の耳に届いた。けれど僕の精神が、その事実を認識することを拒んでいた。おい、どういう。二階堂は感情の読めない瞳で町工事の視線をまっすぐに受け止めている。なあ、嘘だろ町工事、そんなわけがないだろう。二階堂がロロロロしたなんて言ってくれ、嘘だって。かすれる声で事の真意を問いただす。けれど僕の声は二人の耳に届かない。疎外感と焦燥に胸をかきむしりたくなる。町工事は消える際に一瞬だけ僕に視線を向けた。その目はすまねえなと謝っているようでもあったし、あとは頼むぞと僕を鼓舞しているようでもあった。まさにそんな感じのだったんだろうな。そして安らかな顔で消えていく町工事。頼まれたって困る。もしお前が言っていることが本当だとしたら、僕はもう。取り残された僕とロウ、そして二階堂。今のは町工事から得られなかった返答を二階堂へと求める。否定しろ、首を振れ。あんなのはたちの悪い冗談だと言ってくれ。事実よ。だと知ってしまう。もう一周目を見てしまったからね。その事実っていうのは目じめ上げられないっていうのは分かってしまっている。あまりの衝撃にしばらく動けなかった。もう感情が爆発する。二階堂、二度と自殺なんかしないでくれ。どうしてそんなこと。まあ待てよ。この感情の爆発をロウは狙っていたのかもしれない。今思ったらさ、こういう感情に桜井くんをさせるって、かつカレンちゃんの桜井くんの2人に残り2人の状態になるのをロウは望んだどったかもしれない。そうなんじゃないかな。この状況をずっと待っていた。だからこそこの言葉なんだろうか。待ってたってどういうことだ。ローの目論み通りにカレンちゃんと桜井くん残り2人の状況にして、桜井くんにこの殺意を沸かせるような自殺という言葉を出させたんが。屋上に行こう。空が近いところの方がいいだろうな。二階堂、空が近いということは妹が見ているところでやろうって話か。黙って触れないね。待てよ、ちゃんと説明しろ。何なんだこの状況は。ローは俺たちを殺そうとしていたんじゃないのか。どうして今は普通にしている。
もし殺すつもりがなかったのなら、どうして神谷のことは刺したんだ。ローは少し感慨深そうに息を吐き、言った。焦らなくても全部教えてやる。俺が何をしているのかも、二階堂の話も、この世界が何なのかも全部な。そして物語は最終章。これ東堂さ、次回でさ、ローとはどんな人物なのかっていうのが分かってくるんかな。